夢のゴンドラ旅チャンネルとピアカウンセラーアーティストの大塚まみですの行動番組です。今日はゲストに小太郎くんをお迎えしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で早速ですけども、はい、小太郎くんは演技の方もいろいろやってらっしゃるようですけど、はい、どういうような舞台を組んでらっしゃいますか？まあいろいろぼちぼち やらせていただいてます。次の予定は何かありますか？いやまだ今度の芝居が、12月あれ違ったっけ12月だけ。あ、12月に予定があるんですね。いいですね。まあ次の予定があるといろいろとまたそれに備えていろいろ頭の中で考えたりすることがあるんだと思いますけども、それと旅の方で、スペインに行かれたということを、それからフランスにも行かれたということを聞きましたけども、はい、フランスではどのようなものを見ましたか？でも本人も街並みの景色しか見てないですね。ああ、じゃあ教会などは行きました？行ってないです。あ、そうですか。あ、じゃあフランスでは何を見たか、じゃあ街並みを歩くことで食べるものかなんか楽しみました？そうですね。でも結構フランスはでも料理は何でも美味しいですからね。でも。ああ、そうですよね。エッフェル塔に登りましたね。 あそこに登りましたか、はい、ああ素晴らしい、エッフェル塔はやっぱり塔としては古いですからいいですよね。あそこに登られたんですか。あの広場ずっとね一帯ね、はい、ああそう。じゃあ川とかああいうものをいろいろ見晴らしが良かったでしょう。はい。フランスは美術とか食べ物は有名ですよね。有名ですね、うん、美術館も行かれました？行きましたね。ああ。どんなの見ました？高校の頃に美術館にいて、帰りのバスで みんなを待たせて遅刻したことがあります。あらもう。小太郎くんが遅刻なんて珍しいね。いつも時間、ね、早いキーパーのように時間をしっかりと守る。俺がね、一人で絵画展をぐるぐる回ってたら、学校の先生が探しに来て、もう みんな バスに待ってるぞって言われて。それは、慌てますね。そうですか。それはフランスの、マイナスの思い出ですね。あとはどのような国行きましたっけ？あとはオーストラリアですね。オーストラリアね。オーストラリアも大きい国だから、たくさん見るわけにいかないでしょうけども、なんか一緒に残ってることあります？やっぱり動物園に行ってコアラを抱っこしたのがすごい思い出に残ってますね。コーラね。コーラね。オーストラリアっていうとなんだか知らないけど、コーラって、コアラっていうコーラじゃない。コーラコーラはアメリカですね。それからコーラはコーラです。そうか、コーラとコーラは両方好きなんですね。コアラがコーラ飲んでませんでした？そこでボケるか。ごめんなさい。コーラ君こっちね。コーラね。まあコアラ抱っこしてなんとなく癒される感じかな。そうですね。で写真なんかも撮ってきたんですね。学校の先生とかその動物園の係員が撮ってくれました。最近ではもう抱かせてくれないですからね。いい時行きましたね。いい時かどうか分かりませんけど動物だからね。でもその後抱かすことはできないようになるっていうことは聞いてました、私行った時も。そうなんですか。今はどうか分かんないけど、前はお金取ってね抱かしてくれたんだけど、今は、はい、そのうちもう禁止されるということは聞いてましたね。ラッキーだね。ラッキーだった、あと何か聞くとこあったら聞いてください。はい、コタ君ですよね。コタ君は特にもう
いろんなことをやってますよね、まず、うん、なのであの何でも知ってるんじゃないかなって私いつも思うんですけどそんなことないですけど、とにかくあのいろんなことやってますよね、それがすごいなって思います。ありがとうございます、うん、それがプラスになるなって、うんうん、羨ましいところですねあのすごくあれですよね、温かい心と親切心とそれから今日着てるこのかっこいいですねいえ、うんうん、でいろいろ積極的にやるからすごいなと思ってね、うん、とても素敵な生き方だと思いますよ、うんうん、ね、まあこれからもですね旅も楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。私は旅番組として旅をお勧めしている立場ですので、ですから旅は本当にいいもんです、うんうん、とにかくいろんなところに旅行に行っていらっしゃる方で、はい、それで美味しいもの食べたりとかそういうのが好き。美味しいものはどうか、旅はしてるんですけどね、うんうん、そういうのが好きっていうお話をちょっと聞きましたね。旅好きです、うん、その旅が好きになったのはいつ頃からですか？あのね、私は貧乏してる割には、うん、高校の時も結構山に登ったりとか旅行したり、大学の時も夜働いていながら結構九州も北海道も18日旅行してるんですよ、うん、と私の働く場所は全部他の人が埋めてくれるから交換するんですよね。あ、だからナイトクラブなんか大変だったですね。九州北海道行くために前もってこう交換してね、うん、そのためにいろいろいい条件を与えて交換してきましたから。でもテントを持って北海道も行きましたし九州も行きましたね。で給料も割とナイトクラブは良かったんですよ、うん、行ったことないから知らないその前国立競技場に勤めてた時はね、ちょっと給料が足んなくて学費と食費足んなかったんです、うん、住まいは階段の下に住んでたけどね、うん、そうなんですか、はい、じゃあ今度コタ君にお話しするんですけど、うん、コタ君は私と幼馴染に近いですね、うん、そうだね、はい、幼稚園が実は一緒なんですよ、うん、そうなんだ本当に幼馴染ですね、はい、なので彼のちっちゃい頃から知ってるので、俺も知ってる、お互いに知っているのでちょっと恥ずかしいねみたいな、そんな感じです。うん、うん、で彼はですね、ちっちゃい頃すごく小柄だったのを私覚えてます。それで結構ね、もう大人になっちゃったから言いますけど、意外と泣き虫だったかなってでもそれが可愛いところだったかなって私は思ってます。俺は、まめちゃんの泣き色には弱かったです。そうね、私ねすぐ泣いちゃうからね。あ、お互いに泣いてるのが印象に残ってる幼馴染みですね。そうですね、全然違う意味で泣いてるんですね。そういう意味があって、でも楽しかったよね。でもね、うん、楽しかったよね。あ、幼馴染みになんかお邪魔してるような感じ。いやいや、とんでもないです。ね、幼稚園楽しかったもんね。幼稚園何が印象に残ってる、幼稚園では。私はそうね、運動が好きだったんですよね、うん、ちっちゃい頃から、うん、だから走り回ってた覚えがある。あ、うん、そういう感じなんですよね、うん、だからあんまりコタ君ってあんまり運動してた印象がないんですよ、ちっちゃい頃で。はい。でも失礼だ。だから一緒にその時にやってなかったのかもしれない。俺は結構嫌でし、一人でジャングルジムに思ってたけどね。ああ、じゃあやってることが違うんだ、うん、そうだと思う。私鉄棒あんまりしてないもん、ああいうのとか登ってない。どっちかというと、ね、縄跳びしてたよね。そうかな、うん、うん、とかなんか本当何、幼稚園の中を走り回ってた覚えがある。うん、それがで、まめちゃんが泣くたんびに俺が幼稚園の先生に
怒られたんだぞ。え、怒られてたの、うん、なんで。なんか俺が泣かしたみたいに言われて。え、あ、泣かしたって、うん、え、そんなことしてたの、うん、全然覚えてないんだけど。本当、うん、本当だよ。え、本当にそんなことあったの。実際に泣かしたこともあるの。ダメですよ。それはちょっと良くないっすね。えー、そうですか。でも幼なじみ、しかも男と女がこういう年をね隔てて語り合うっていうのはね、そういう場があるって素晴らしいですね。そうですね。ちょっと違うんですよ。強い意味に なってくるから。それ小丸くんが違うんだったね。大丈夫大丈夫だもん。考えすぎ。そうか、うん、あ、ピュアカウンセラーアーティストのマミがあのハッピー占いに移ります。はい、お願いします。はい、じゃあ春治さんから。はい、春治さんは本当にあのお話を聞いているとですね、すごい旅行のお話が多いんですよ、はい、でかもしれない。でいろんなことをいろんな国のことを知っていらっしゃるので、あのお話聞いてて飽きない、うん、うん、そういうイメージは私にはあって、それをまた面白おかしく話してくださるので、とてもいい、あの話し方をしてくださる方だと思います。なんかお褒めいただいたけど、あんまり上手に話せないんだけどね。ありがとうございます。うまい下手はないと思いますよ、うんうん、心の問題、うんうん、うんだと思います。ハートはあるつもりだけど。で2人いるのでちょっと今度コタくんに移りますね、はい、でコタくんは、あのすごい心が優しい、そういう子なんだ。子じゃないですね、男性。男性。ごめんなさいね、ちっちゃい頃をしてるから子ってなっちゃった。あの男性なんですが、それがあのそれを表すのが結構恥ずかしいっていうふうに思っちゃうのかなって私をあの受けます。恥ずかしがり屋さんかなって思うんですよね。それでだけどあのすごく優しいから、逆にあの言われたことに対して引いちゃうところがある、うん、でそれがあのコタくんのいいところでもあるんだけれども、あのもっと言ってもいいのにって思う時もあるんだよ。だからそれをもっと言いたいことがあったら言ってもいいかなっていうのが。俺を抑えてるんだよ。抑えてばっかりじゃさ、辛いじゃんっていうのがあります。なので皆さん、言いたいことはちゃんと言いましょう。そうですね、はい、あのコタくんだけじゃなくてみんなに今言われたことですからね、はい、うん、はい、そうしましょう。あのあんまり心に抑え込まないようにということですね。そうですね、ストレスにならないように。辛くなっちゃうから、うんうん、他に言いたいことはコタくんありませんか。いや、あのマミちゃんからあの爆弾発言が じゃなくてよかったです。今日こういう形でお話ができたことありがたいです。はい、じゃあそろそろ時間も来ましたので、はい、21世紀夢のゴンドラ旅チャンネルと
ピアカウンセラーアーティストの大塚まみです。行動番組をこれにて終わります。どうも小太郎くんありがとうございました。ありがとうございました。またさよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。片砂村10年の将来と、それから観光客が来て楽しめる場所になると思います。もう一つの夢は完璧な人生をですね、豊かにする最高の選択ではないでしょうかね。星野さんがステージを終わられてやってらっしゃいました。私はこの2つの夢が実現することを期待して、そして今宣伝させていただきます。片砂村のあの宣伝をしていただきまして、原田大二郎ということでございます。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。